簡単 JavaScript 教室へようこそ。おはようございます。おっちゃん先生の土井です。とこの水曜日土曜日は以前はいちごジャムをやっていたんですが、前回からウェブプログラミング道場っていうサイトのですね、環境を使わせてもらって JavaScript をちょっとやってみようかなということで、前回入門プリントですねをやり始めて、それをとりあえず最後まで、やっていきたいなと思っていますので、今日は2ページ目からですねやっていきたいと思います。とこのページですね、ウェブプログラミング道場というところで、とこちら側がエディター画面で、こちらに JavaScript なり HTML を書くと、で見てみるボタンを押したら、ここにすぐその結果が表示されるという環境で、インストールも何も不要だということで、非常に使いやすいサイトになってます。URL は、このような形で、p.na-s.jp の html プラック .html というところに行っていただくと、インストール不要で、この環境が使えるというふうになっています。で、今やっているのは、この一番上にあるこの入門プリントはこちらということで、これを開いて、前回これの、1ページずっと来てですね、このボタンを押したねというところまでやりました。で、これを、ここまでやったのを保存とかしてないんですけど、これをコピーして、で、ここに貼り付けて、で、これで見てみるをすると、こんな風に、もうすぐ、これ、HTML というホームページを作る時のお書式で書かれていて、この P がタグと言いますよとかいうのは、前回追って、この1番からずっとこうやってきたわけですね。で、今、このボタンを押すと、ボタンを押したねというのが表示されるよっていうのが、この1枚目でここまで説明されていて、そのプログラムがこれになっています。ちょっと字が小さいですかね。ちょっと字を少し大きくしてみます。少しだけですが、大きくしてみました。と、まずこの伝言板っていうのが、ここに伝言板って書かれていて、この P でくくられた部分が、開業されて、ここに一つの段落として、伝言はまだありませんと書かれています。で、このインプットボタンクリック、伝言する括弧っていうのは、まずこのインプットっていうのがこの箱を作ってるんですね。で、ボタンっていうのはこのセットっていうボタンで、ボタンを作ってくださいっていうのと、このボタンとボタンスラッシュで、これでボタンができていて、そのボタンの中にセットっていう文字を書いています。だから、このセットを、セットとか言って英語にしてみてみるを押すと、ここが英語のセットに変わります。で、この前についているボタン括弧オンクリックっていうのは、このボタンがクリックされたらっていう意味で、このダブルクォーテーションに含まれている中が、関数ですね。いちごジャム教室からの流れで見ていてもらっている方であれば、Go サブです。サブルーチンみたいなものだと思ってもらったらいいんですが、これで呼び出されるのが、このファンクション、関数っていう英語なんですけど、これが呼び出されて、この中の、アラートボタンを押したねというのが出るというふうになってます。押してみましょう。クリックすると、こういうふうにボタンを押したねっていうので、この黒い枠で OK ボタンがついているのは、これがアラートっていう関数で呼び出されるものです。で、私はこれ、Mac 版の Chrome を使っているので、こんなふうに出るので、これがブラウザの種類によって、ここの出方は微妙に違うかもしれませんが、ここのメッセージですね。ここのメッセージがここで書かれているというので、ここがスクリプトなので、ここが JavaScript と言われる部分です。で、その JavaScript をここのオンクリックっていうので呼び出されるというふうになっています。で、ここの押したねにびっくりマークを書いて、見てみるを押す必要があります。で、これでここを押すと、
押したねの後ろにびっくりマークがつくというふうになってます。まあ、ここまでがまあ前回の復習というふうな形になるかと思います。で、ここから今日は2ページ目なので、ここですね、伝言版に仕上げようというので、2ページ目ができると仕上がっちゃうんですかね。で、ここに ID エリアというのをつけて、で、インプット ID 入力内容で伝言するセットっていうふうにして、ここで伝言をセットしました。エリアネットワーク前回についてこのようなプログラムを追加しますということで、これどんどん手で打っていくんであれば、この灰色のところだけを随時以前のこのページのここに追加してくださいというふうな書き方でプリントはできているようです。で、ちょっと私はズルをさせていただいて、まあ、ここからここまで全部をコピーして、で、こちらに戻って、で、全部を書き換えるという形でちょっと入力させてもらってます。で、これで見てみるで反映すると、特に何も変わりませんが、プログラムを見ると ID でクリックしたら、伝言エリア .textnet イコール入力内容バリュー、っていう風になっていますね。ID 入力内容伝言するなので、ここになんか伝言書けばいいんですかね。テストセット。伝言をセットしました。これはそのメッセージですから、こんな風になっていて、もうここに書いてあるやつが反映されるとかいうわけじゃないですね。ちょっとプリント戻って見てみましょう。で、前回についてこのようなプログラムを追加と。入力内容は入力ボックスに付けられた名前、ID、内容ドットバリューがその入力のボックスの中身、伝言エリアが伝言を表示する段落に付けられた名前、伝言エリア、ドットテキストがその段落の内容イコールは右辺を左辺にコピーというので、この説明は上の説明になっているんですかね。と、入力内容はボックスにつけられた ID、 インプット箱につけられた ID ですよね。バリューがその値、伝言エリア、とテキストと入力内容、まあ、で、前回続いてこのプログラムを追加と。で、これを、伝言エリアドットテキストがその段落の中身イコールは右辺です。なんか画面変わってるんですかね。あ、ここにテストって表示されるようになったんですね。テストの2回目というふうにして書くと、伝言セットしましたで OK を押すと、ここがテストの2回目というふうに変わりました。はい、とここが変わるんですね。じゃあちょっと3回目で改めてやってみましょう。ここを3にして、でセットを押すと、これがセットしましたと。で、ここで書いてると思うんですけど、この時点で変わるわけじゃないんですね。で、これを OK を押した後に変わるというふうになっています。で、ここで伝言エリアドットインターテキストって書いてあるので、ここですね、この P のこの段落が変数みたいな格好になるんですかね。この ID がついているので、で、この ID がついているエリアの中にある文字列っていうのはこれのことを指してるんですね。この伝言はまだありません。これをこの入力内容ドットバリューっていうのは、このインプットの中にあるこの人が入力する、私が打ったこの文字列を指しています。で、この文字列のバリューっていうのは値っていうことなので、ここに入っているこのテストさんっていうのを取ってきて、
この伝言エリア .interText ってここの伝言はまだありませんっていう文字列を置き換えて表示するっていう風になります。このセットしましたの後で、はい、もう一回これで見てみる。でこれなんですけど、ここで伝言の一つ目と、少しと、いるご飯を食べに行きますと、こう書いてセットしておくと、セットしましたで OK を押したら、こう反映されるというふうになりました。はい。こういうふうにプログラムが変わっているということになりますね。で、空入力できないようにしましょうというふうなことが書いてあって、これで if 文伝言するを呼び出されたときに、if 文があって入力内容を見て空だったら内容を入れてくださいというし、何か入っていればそれでセットしましたというふうにしてみましょうとになってます。ちょっとここはここだけを置き換える形にしてみましょうか。ここからここまでをコピーさせてもらって、変わる内容はここですね。ここの中身が変わるということなので、これでいいのかな。お、ちょっと失敗したかな。ファンクションは残しておかないといけないですね。ここからここですね。ファンクションの中身が変わって、でこの段付きがファンクションの中ですね。ちょっと合わせておきましょうか。ここの段付きですね。段付きを合わせておきたいので、これがタブキーを押して、ここですね。で、これがここと一緒で、これはもう少し前に来てもらいましょう。ですかね。一つずつ、前に来てもらいましょうか。これでファンクションで、ここからここまでがファンクションで、 if 文はここで始まってからだったらここで、イルスでからでなければ今まで通りと、でご飯を食べに行きます、お昼っていうとお昼です、と伝言セットしました、お昼になりますが、ここがからだったら伝言をセットしました。あら、おかしいですね。どうなってるんですかね。ここイコールが3つありますけど、3ついるのかな。これが出てほしいんですけどね、入力。2つじゃないんですかね。あ、そうか。ちょっと待ってください。見てみるを押してなかったかもしれません。見てみるを押しましょう。で、これで、お昼。で、セットだったら、あら。何かおかしなことをしちゃいましたかね。あ、なんか違うことを、おかしなことをしてしまっているような気がしますね。ちょっとすいません。貼り直しましょう。伝言する途中の部分、ここからここまでを貼らせてもらいましょう。ファンクション。からファンクション、これでファンクション全部置き換えると、ファンクション全部置き換えるでやってみます。なんかファンクションの中がおかしくなってるような気がします。ファンクションの中全部を、ファンクションの中全部を置き換える。はい。でこれで見てみる。でテスト、これ今まで通りですね。テスト今まで通りで、これは伝言セットしました。で、からの時は、
内容を入れてくださいというふうになりました。ここイコール3つでいいんですね。イコールイコールイコールってなってます。でこれで、中身が空っぽだったら内容を入れてくださいということになって、それ以外何か入っていれば伝言をセットするっていうふうにプログラムが変わっています。はい、どんどん長くなりますね。ここの if の説明があって、表示を補足する者たち、表示を構成する者たち、ここの if はこの下の説明じゃなくてここの説明ですね。だから図があって下に説明っていう流れになってるのかな。で3番はこういうふうにして今回のエリアを伝言アプリを正式なものに仕立て上げましょうと。実は HTML はこのような構成することが世界標準で定められていますということで、びっくりマーク HTML で HTML ヘッド、表示を補足する者たちでスラッシュヘッドでボディ構成する者たちボディスラッシュ HTML というふうになっているという構成のようですね。ちょっと長いので全部コピーして置き換えてみましょう。はい、というふうにここですね、ここをコピーして取ってきて、ちょっとこれ今回は大きい更新なので全部こうと貼り直してみて、見てみもをしてみましょう。外観は何も変わりませんね。ですとでやるとセットしましたでテストになるし、これを消してやると内容を入れてくださいというので、プログラム自体は先ほどと一緒だということです。で、このあたりですね、この JavaScript ドキュメントタイプ HTML で、HTML で全体がくくられていて、ヘッドの部分がここまでで、その中に JavaScript が書いてあると。で、ボディの中にこの画面を構成するものが書いてあると。いうふうな構成になっていると、これがまあ世界標準なんですよということで、伝言アプリが完成ということになります。でこの次とまだ続くみたいですが、まあここで完成って書いてあるので今日はここまでにしたいと思います。はい、今日は入門プリントの2ページ目が終わって伝言アプリが出来上がったということで、切りがいいところでここで一旦切り、節目にして、今日の終わりにしたいと思います。今日は伝言アプリが完成しました。はい、今日もご視聴ありがとうございました。このチャンネルでは毎朝朝6時にマイコン関係のって言ってたんですが、これはマイコンじゃないですね、水曜日と土曜日は JavaScript の入門ということで、少しの間続けていきたいと思います。今日もご視聴ありがとうございました。もしよかったらですね、チャンネル登録していただいて毎日お付き合いいただければと思います。今日もご視聴ありがとうございました。